田原市の高島技研。こちらの会社では飲料などを自動で検査する装置を開発・製造している。こちらの装置は自社で開発しました X 線を用いた入り身検査と異物検査装置になります。1秒間に34本検査することが可能です。1分間ではその量なんと2000本。飲料の業界では秋から冬にかけてが需要が一段落する季節。この時期に合わせてメーカーから検査装置の製造やメンテナンスの依頼が多く舞い込む。現在飲料向けに10台ほど検査機を製作しております。なぜ高島技研は高速自動検査装置に特化した技術を磨くことができたのか。高島技研の特ダネ、放送用カメラの技術を応用、独自の検査装置で消費者の安全安心を支える。高島技研は昭和39年に創業。放送局の技術部門に勤務していた高島義彦さんが独立し起業した。当初は大手放送機器メーカーの依頼を受けてテレビ用のカメラを製造。経営は順調だった。しかし創業から10年経った頃、得意先の経営が悪化、下請けしていた仕事がなくなった。以来独自の放送機器の開発に力を注いだ。今では当たり前だが、字幕を動かすことを可能にしたこちらの装置は民放の放送機器のコンクールで賞を獲得した。そして大きな転機が訪れる。こちらが、高島技研が製作しておりましたカラーラインセンサーというカメラです。高速で動く物体を、通常のカメラより鮮明に捉えることができます。放送で培った技術を工業分野へ展開。色による果物の選別、テレフォンカードの不良品の発見などが可能となった。これまで目視に頼っていた作業の高速自動化を実現することができるようになったのだ。それすべて手作りでやってたんで。さらに蓄積した画像処理技術をベースに自動検査装置の開発に成功した。自社で開発したラインセンサーカメラというものです。主力の一つである X 線を使った検査装置。この特殊なカメラを使って高速で流れる管を撮影することで不良品を瞬時に判別する。その速度と正確さを強みに大手飲料メーカーの多くの工場で採用され、国内シェアはトップクラスだ。回ります。そしてこちらはラベルの検査装置。今ここが赤くなってるんですけども、こちらが血管を検出しましたというふうに表示されている場所になります。4台のカメラでさまざまな角度からラベルを撮影。得意の画像処理技術を使って歪みない1枚の平面図を作成することで、小さな傷や汚れでさえも判別できる。迅速なカスタマイズが可能なことも高島技研の強みだ。得意先のニーズはもちろん、時代や流行の変化とともに形や色が変化していく製品に合わせてバージョンアップし、信頼を勝ち取っている。検査装置等のカメラの電気回路で、制御するソフトウェアで、画像処理、メカ等も含めて全て自社で製作しております。社員はおよそ40人。研究開発、また生産からメンテナンスまでシステムを熟知した技術者が揃う。これからも高速自動検査装置のプロフェッショナルとして消費者の安全安心に貢献していく。お客様の先に行くような、そういう技術を常に開発して、人ができないことっていうのをやはり機械で達成していきたいというふうに思っております。